今日は希望の約束と題しまして、十字架の前の、受難週の前の時ですので、共に神様イエス様の受難十字架そして復活、このイースターの前のこの期間を共に、心を巡らしたいなと思っております。4月20日第3週目ですね。それが今年のイースターにあたります。イースターとは日本語で言うと復活祭ですね。復活と言いますから、イエス様が復活なさった、それを記念するお祭りです。日本ではクリスマスほど有名ではありませんが、親しくお祝いされるということはクリスマスほどではありませんけれども、世界ではクリスマスと同じぐらいものすごく晴れ晴れしくお祝いがされます。もう街を挙げて大騒ぎに、クリスマスよりも、華々しく祝われるという街が、あります。で、そのイースター、復活なさるということでありますけれども、それは十字架があってそれを超えての復活ですね。十字架、キリスト教といえば十字架、ここにも十字架、この前にも十字架の印があります。十字架というと、クリスチャンじゃなくてもアクセサリーとして十字架のイヤリングであったりネックレスであったり、そういういろいろな、アクセサリーとしても大変、目に見かけることがよくあります。十字架の形がとてもあの形が美しいからでしょうね。長さがとても整っている十字架、でもその十字架は、そして教会に掲げられているあの十字架、それは美しいからシンボルとして使っているのではありません。ここにもおいでになっておられる方々はご存知であるか、あるかと思いますけれども、十字架でイエス様が死なれたから教会は十字架を掲げているわけですね。その十字架は死刑の道具であったわけです。ですからアクセサリーになるとはとても考えられない。イエス様の時代の人たちがタイムスリップしてもし現代に来たならば、十字架を身につけておしゃれしている人たちを見たらもう腰を抜かすと思いますね。それはまるでフランス革命の時の人がギロチンの、あの血だらけのギロチンを見て、そしてそのギロチンをもしイヤリングやネックレスなどにつけていたら、びっくりするのと同じだと思いますね。十字架は世界で一番恐ろしい死刑の方法だったと言われています。今ギロチンを申し上げましたけれども、ギロチンは首をポンと切り落とされる見るに恐ろしい、残酷な死刑の方法ですけれども、でもあれはあっという間に死にますから苦しみません。しかし十字架は死ぬまで、心臓の鼓動が切れるまで、それは恐ろしく長い時間、ある時には一日では死ねない、何日もかかって死にゆくということが記録に残されています。どういう状態であるかというと、両手そして両足を釘で打って止める、十字の形の両側に両手ですね、
釘を打つ、よく絵はここについていますけれども、手首であったであろうとというのはここでとですと避けてしまいますので、体重を支えきれなかったので骨ごとこの手首に、釘を刺し貫いて押さえていただろうと言われています。足も両足重ねてその両足を突き通す形で釘が打たれた。どんなに神経の集まるそして骨のところに刺された釘が気も狂わんばかりの痛みであったかと思われます。現に気が狂ってしまったということがよくあったようです。苦しいのはその釘が打たれているというだけではなくて、その釘で全体重を支えなければならないということと、またぶら下がる形の状態で釘が打たれているので、まるでこう鉄棒の懸垂をしているようにぶら下がっているために肺と心臓を圧迫し呼吸困難になる。苦しみのためにそのいくらかでも呼吸を楽にするために踏ん張って胸を開く。するとさらに体重が3箇所の釘にかかり激痛が走る。そしてまたそのうなだれてしまうとまた呼吸が苦しいためにまた踏ん張るというこの繰り返しが続く。その苦しみが出血多量で死ぬまで少しずつ流れる血潮が致死量に至るまで続くという残酷な刑罰です。その一番恐ろしい十字架、これがこの時の最悪な死刑の方法、さらされながら人々の目の前で苦しみながら死んでいかなければならない、これにイエス様がかかってくださったということです。イエス様はこの十字架にご自分がかからなければならないということを知らなかったのでしょうか。いいえ、そうではありません。イエス様はこの十字架にご自分がかからなければならないということを前から知っていました。前からというよりも初めからということができます。イエス様は避けることができなくてローマ兵に捕まえられて、逃げることができなくて無理やり殺されたのではありません。逃げることができたし、そして十字架になんかかかりたくないと言ってやめることもおできになった力と権威を持っておられる神です。やめたと言えばやめられるお方です。かかりたくないと言って逃げ出せば逃げ出すことのできた力と権限を持っておられる、そのイエス様が十字架を避けなかった。ご自分からその十字架を追ってくださった。なぜでしょうか。それは私たちを救うためです。私たちを救うためです。私たちの救いの道を開くためにどうしても十字架にかからなければならなかった。それ以外道がなかった。
血を流して命を私たちの命と引き換えにするほかなかった。命を血を注ぎ出すことは神様が救いの道として初めから計画なさった救いの道だったからです。なので私たちクリスチャンは十字架を仰ぎます。それはギロチンよりも恐ろしい死刑の道具として見上げるのではなくて、ああここにこの十字架にかかって死んでくださった神がおられる、この十字架にかかって私を救ってくださったお方がおられる、この十字架にかかるほど私を愛してくださった、そういう思いで十字架を見るからです。なので世界で一番恐ろしいものが一番嬉しいものになりました。世界で一番恐ろしく醜いものが世界で一番美しいものになりました。世界で一番血が流れたそのものが世界で一番愛にあふれたものになりました。これが十字架です。キリスト教ってすごいですね。イエス様ってすごいですね。大逆転の神様ですね。今日お開きしましたマルコの福音書の、8章の31節この1節だけだったので皆さんはえここだけですかとちょっとびっくりしたかもしれません。ちょっともう一回司会者が読んでくださいましたけれども、もう一度読みたいと思います。マルコの福音書の8章の31節それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらね、よみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。それから人の子はというこの人の子はというふうに書いてあるのはイエス様のことです。イエス様はご自分のことを指して言うときに人の子とおっしゃいました。ご自分のことを人の子とおっしゃいました。面白いですね。神の子がご自分のことを言うときに人の子と言うんですね。なかなか意味の深い言い方だと思います。まあ、それはちょっと深い意味があるんですけども、ちょっと今日はそこに入りませんが、人の子というのはイエス様のことです。つまりこの31節は人の子イエス様は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられること、殺されること、3日の後によみがえること、これを弟子たちに教えられたということです。イエス様は自分がどうしても十字架にかからなければならないということを知っていました。それは救いの道を開くためにどうしても十字架にかからなければならないということを初めから知っておられました。しかしそれを弟子たちには初めからは言いませんでした。それからと31節に書いてあるようにこの時から弟子たちに初めて十字架のことを教え始めました。弟子たちに前もって言っておく必要があった。
弟子たちにその日が来て、その時が来て驚かせないように前もって教えたんですね。なぜかというと、この31節に、人の子は必ずねばならないというふうに書いてあるように、必ずねばならない、それは変更がないことだからです。かもしれない、こういうことになるかもしれないし、ああなるかもしれないしということではない、必ずねばならないとイエス様がおっしゃっている時には必ずそうなる。なので弟子たちに知っておいてもらわなければならない。そして必ずねばならないとあるように、それは必要なことであるから、成り行きでなることではない、必要で起こることだから。なのでイエス様は弟子たちにこの時から始めて繰り返し繰り返し語られました。それはこのマルコの福音書だけでなく、マタイの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書を見ても、何回も何回もイエス様が予告なさっておられることを見つけ出すことができます。マタイの福音書では16章の21節、17章の9節、12節、22節から23節、20章の18節と19節、そして26章の最後の晩餐の時、今言って書ききれなかったでしょ。それぐらい何回も何回もイエス様がおっしゃっている。どうぞこの受難週の期間ですね、福音書を一回まるっと読み直してみてください。そうすると福音書を見ると、なんと福音書の中でこの受難週の出来事が福音書の半分あるいは3分の1という膨大な部分を含んでいて、そしてこの十字架の予告が何と何回も何回も繰り返されているかということに驚くはずです。イエス様の福音書を見ると奇跡だとか素晴らしい教えがたくさん書いていることについつい心がそっちに行って、これほど十字架について書かれているということを見過ごしてしまいがちですけれども、読み直すと分かります。福音書は十字架について書かれています。ですのでイエス様は身近におられる弟子たちにも本当に繰り返し繰り返し何回も何回も予告なさったのです。この予告の最初の予告が今日読んだところです。それからと31節、それからとある、ここを区切りにしたのはどういう理由でしょうか。どうしてここまでイエス様は弟子たちに言わなければならないことを言わずにいて、どうしてやっとここから言うことができるようになったのでしょうか。それはこの31節の前に秘密があります。31節の前のところに何が書いてあるかというと、弟子たちにイエス様が何者であるかを尋ねなさったという記事があるんですね。そしてそのイエス様の問いかけに対して弟子たちは、イエス様、あなたは神の子、救い主ですと告白した。信じます、イエス様、あなたこそが神です、救い主ですと告白した。それが書いてありますね。信仰告白をした人にやっとイエス様が大事なことを打ち明けることができるようになったのです。つまり信仰がない人にはいくら言ってもダメだということをイエス様は知っていたんです。
ああ、よく聞きますからイエス様、何でも聞きますからって言ったとしても信じてなかったらダメだ。でも裏を返せば信仰さえあれば話すことができる、大事なことを伝えることができる。イエス様はそれを知っていたんです。なので29節、あなたはキリストですとペテロが信仰告白をしたときに、そしてやっと31節、それからとイエス様が本当に言わなければならないことを、これからのことを、自分ご自身のことを語ったのです。その大事なこと31節でやっと打ち明けることができたわけですけれども、3つのことをおっしゃっています。皆さん3つのこと、ここでもし聖書を読む会だったら、私は司会者として皆さんに質問します。3つイエス様は大事な予告をなさいました。その3つとは何ですか？はい、3つ。それは第1番目に多くの苦しみを受けるということです。受難。イエス様は本当に多くの苦しみを大きになりました。まず罪人の一人でもあるかのように恥ずかしめを受けながら捕まえられました。そして裁判を3回も受けました。そして合法的でない殴る蹴るのリンチを何度も受け、そして合法的にローマ死刑の鞭打ちの刑を気が済むまで与えられました。多くの苦しみを受け、それだけではありません。多くの人たちに唾を吐きかけられ、なじられ、弟子たちにも裏切られ、精神的な苦痛も多かったと思われます。多くの苦しみを受けた、1番目。2番目は殺されです。十字架の死です。殺されとあります。殺されるほどではなく、本当に命を失ったということです。そして3つ目が復活です。3日の後によみがえなければならない。ここに3日の後にと日にちも書かれています。それが確実であり具体的であるということがわかります。いつの間にかよみがえった。そして世の終わりの伝説的ないつの日にかよみがえるでしょうということではなくて、3日の後によみがえるという具体的なよみがえりの予告です。そしてそれは心の中でよみがえるでしょうという、そういうおせんちな話ではなく、体がちゃんと死んだものがよみがえるというよみがえりです。皆さん、この3つ、この31節から読み取ることができたでしょうか？イエス様ははっきりとおっしゃっています。大事な言葉だったので、きっとイエス様の表情も真剣な眼差しで語られたことと思われます。それは29節のイエス様の
イエス様に対するあなたは神の子、救い主です、キリストですという信仰告白の大事なポイントと同じ、いやそれ以上に、この31節はよくメッセージではこの30節で切られてしまうことが多いので、31節は語られないことが多いのですけれども、内容的に言うならばこちらの方が重要であるというほどの重大なポイントです。その大切な事柄を聞いたペテロの反応はどうだったでしょうか。32節を見ると、しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたと書いてあります。他の福音書を並べて読んでみるならば、ペテロはこの時に何とイエス様におっしゃったかというと、あ、イエス様に何と言ったかというと、イエス様、そんなことおっしゃらないでください。あなたに限ってそんな恐ろしいことが起こるはずがありませんということをイエス様に言ったと書いてあります。それに対してイエス様はペテロに、いさめるペテロにいさめたんですね。ペテロ何を言ってるんだ、あなたは人のことを考えて神のことを考えていない。そう激しくペテロを怒った、叱りつけたと書いてありますね。ペテロはイエス様のおっしゃったことをちゃんと聞いていない。今私たちみんなで確認しました。イエス様が大事なこととして語ったのは何ポイントありましたか？3ポイントでしたね。3ポイントありました。ペテロはイエス様、そんな恐ろしいことがあなたに起こるはずがありませんと怯えてイエス様に言ったのは、ペテロは初めの2つしか聞いてない、そう思いませんか？初めの2つ、それは多くの苦しみを受けること、そしてイエス様が死んでしまうこと、この初めの2つしか聞いてない。でも大事なことは、イエス様がおっしゃりたいことは3ポイント、そして3つ目の最も素晴らしいこと、それはよみがえります。3日目に私はよみがえります。ペテロよ、弟子たちもよく聞きなさい、私は3日目によみがえります。これをイエス様はおっしゃりたかったのです。ペテロはこの3番目をよく聞くべきでした。であったらどんなに多くの苦しみを受けようとも、そして死んでしまうことがあったとしても、3日目によみがえるのだ、これで大逆転じゃないですか。その前がどんなに悲惨なことがあったとしても全部大逆転して、3日目に勝利が来るんです。3日目に全部ひっくり返って、私はよみがえるんです。どんなに血だらけになっても、私は復活して輝いてよみがえるんです。この3番目のポイントを聞き逃してはなりません。ペテロは残念なことに初めの2つしか聞いてなかった。だから恐ろしくて恐ろしくて、3つ目が耳に入っていない。まあでも心理学者に言わせるとですね、人間は恐怖の情報に過敏になるそうです。そして人間は恐怖の情報に素早い反応をするんだそうです。ちょっと分かりやすく言うとですね、今皆さん座ってますが、さあ皆さん幸せになりますよ、立ち上がりましょうって言うよりも、私が一言火事だと叫んだら、皆さんは一目散にパッと勢いよく立ち上がるんじゃないんでしょうかね。さあ幸せになりますよって言ったら、あーってゆっ
くり立ち上がったり立ち上がらない人もいるでしょう。火事だ死ぬぞって言われたら、恐怖の情報には人間はいち早く飛びついてさっさと行動を動かす、行動するんだそうです。だから私たちは気をつけなければなりません。情報が両方大事なのに、私たちは恐怖にだけ心が乱される危険があるということです。ペテロも同じように、3分の2は聞いたけれども、最後のまとめの部分、皆さんまとめの方が大事なんじゃないですか。結局どうなったかの方が大事なんじゃないですか。でもまとめの部分を聞き漏らしたら、それは聞いたことにならない。だからイエス様は何回も何回も繰り返し、十字架の話をしたら復活の話をしてるんです。私は苦しみますけれどもよみがえりますよ、私は死にますけれどもよみがえりますよと、セットで何度も何度も語っているのです。しかし弟子たちは恐れるだけでした。なぜ？イエス様の希望のメッセージを聞き漏らしているからです。それは語るイエス様側に問題があったのでしょうか。いいえ、イエス様は何回も何回も何回もおっしゃっています。聖書にも書いてあります。マルコの福音書の13章の23節、だから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しました。ユダの手紙の17節にも書いてあります。愛する人々よ、私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。ローマ人への手紙の15章の4節には、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。聖書は、イエス様は、神様は私たちに何度も何度も希望のメッセージを語っています。なのに私たちがもし希望を失っているとしたら、それはどうしてなのでしょうか。聖書を開いてください。なんと多くの希望の約束が書いてあるでしょうか。そして私たちを愛してくださっているイエス様は、神様は何度私たちに希望の約束を語っていることでしょうか。なのにもし私たちが絶望したり不安におののいてしまうとしたならば、なぜなのでしょうか。イエス様のもとに希望があります。なぜならイエス様は失望で終わることのないお方だからです。イエス様は嘘偽りをおっしゃいません。だからイエス様が希望を語るとしたならば、必ずそれは希望なのです。それが覆されるはずがありません。たとえ私たちが今絶望の暗闇の中にあり、何か苦しいことに抱えていて悩んでいることがあるとしても、必ず私たちに希望の光が訪れるのです。なぜならイエス様のもとには希望があるからです。そしてイエス様がはっきりと希望を約束しているからです。イエス様はこの時十字架の予告とともに復活を約束しました。そしてその通りになりました。その通りに多くの苦しみを受けました。その通りにイエス様は十字架で血を流しながら死に、命絶えました。そしてイエス様が予告なさった通りに3日目によみがえりなさいました。その時には血の汚れもなく、苦悩の表情もなく、光り輝く栄光のお姿でよみがえりなさいました。
そしてそのよみがえりなさったお姿を何人もの弟子たちが見て触ってお話をしました。おっしゃった通りになりました。たとえ私たちが自分の経験上信じることができないとしても、たとえ私たちの信仰が弱くて小さくてイエス様がおっしゃる言葉を信じきれないとしても、でもイエス様がおっしゃった通りになるのです。そしてこのイエス様に希望の約束があるのです。今日の中心聖句にヘブル人への手紙の10章の23節を書きました。お読みいたします。いや、皆さんと一緒に読みましょうか。ヘブル人への手紙の10章の23節、これを私たちお互いの信仰の告白と自分の言葉としようではありませんか。一緒に読みます。よろしいでしょうか。3、はい。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。アーメン。希望を告白しようではありませんか。私はイエス様によって救われていると告白しようではありませんか。私の愛する家族は必ずイエス様を信じる日が来ると告白しようではありませんか。私たちのこの愛する日本は必ずイエス様を信じる国になると希望を告白しようではありませんか。たとえ今が暗闇に見えても、たとえ今がそんなこと不可能に見えるとしても、私たちは約束された方は真実な方ですから、この真実な方に祈り、このご真実な方の真実にかけて希望を告白しようではありませんか。何が私たちを絶望させるのでしょうか。どちらが真実でしょうか。どちらが実現するのでしょうか。私たちはしっかりと動揺しないで希望を告白しようではありませんか。ごまかされてはいけません。騙されてはいけません。サタンに心を奪われてはいけません。騙されてはいけません。どっちが本当で、私たちはどっちにつくべきか。悪魔についてはいけません。神様側につくべきです。私たちは自分を嘘つきにしてはいけません。私たちは本当のことを告白すべきです。そして私たちはイエス様が本当に復活なさったことを知っています。この毎週日曜日にどうして礼拝に来ているか、日曜日にイエス様が復活したからです。昔イスラエルの人たちが礼拝したのは土曜日です。でも復活したのがイエス様が日曜日の朝に復活した日以来、クリスチャンは日曜日の朝に礼拝するようになったのです。だから私たちクリスチャンは毎週日曜日ごとにイエス様が復活したと告白しているのです。だから私たちは希望を失いません。たとえ私たちが絶望しそうになっても、ああだってイエス様は本当に復活したじゃないかと私たちはいつもいつも思い出します。そしてだからこそこれからのことも恐ろしく思わないのです。世の中のことも自分自身のことも老後のことも全部私たちは恐ろしく思わないのです。なぜならばここに希望があるということを知っているからです。
この復活を信じる者はイエス様がおっしゃったことが全部嘘じゃないっていうことが分かるからです。イエス様が信じる者は決して滅びることがなく永遠の命を持つのですとイエス様が約束しているので、ああそうか、私は滅びることなく永遠の命を持つのだと信じることができます。そして復活を信じている者はたとえこの世の中がやがて来る大患難の時代が来て、この世の中が全部滅び失せることが、その日が来ると聖書に書いてある通りに本当に滅びるんだろうなという日が来たとしても恐ろしく思いません。なぜならば私は再び来るという再臨を約束してくださったイエス様を信じてるからです。ああイエス様が再びおいでになる、だから静かにそれを信じます。そしてその再臨の日がいつ来るかわからないから恐ろしくはないけれども、ああ急がなくっちゃ、ああ神様どうか私の家族が救われますようにと、ああ私のあの親しいあの友達が、あの近所のあの方が、あの方この方が一日も早く救われますように、一緒に希望を告白する人になりますようにと私たちは祈るのです。お祈りをいたします。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。アーメン、信じます。アーメン、告白します。あなたは希望です。いつまでも耐えることのないのは信仰と希望と愛です。私たちはこれらを持っています。イエス様、あなたのおかげで持っています。主よ、感謝いたします。私たちはあなたが真実なお方であることを知っています。あなたがおっしゃった通りに十字架で私たちを救ってくださり、あなたがおっしゃった通りにあなたはよみがえりなさいました。あなたを信じる私たちがあなたの約束通りの祝福を受けることを信じます。どうか私たちがこの約束を疑うことなく恐れることなく告白し続けることができますように、主よ、私たちをあなたの手に握りしめ、約束の希望をどうか私たちのものとさせてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。